オルコメノスはギリシャ、ボイオテア地方のポリスである。古くは新石器時代からヘレニズム時代まで存続した豊かな考古学遺跡と多くのギリシア神話の舞台としてよく知られている。伝承によると都市の名前はミニュアス王の息子、オルコメノスにちなんで名付けられた。アルカディア地方に同名の古代都市オルコメノスがある。オルコメノスの原初の王は テッサリア地方のカシンペネオスのコアンドレウスと言われる。その後、アタマスやシシュポースの息子、ハルモスがやってきて、土地を分けてもらった。アンドレウスは、アタマスの孫娘エウイッペと結婚し、エペオクレスを設けた。アタマスの物語は広く知られている。もともと、アタマスにはネペレと呼ばれる妻がおり、彼女との間にプリクソスとヘレの西を設けたが、 ネペレと別れてイノと再婚した。新しい妻との間には、レアルコスト、メリケルテスが生まれたが、イノは、前妻の子供たちを殺そうと陰謀を巡らせた。しかしプリクソスは、金毛羊の背に乗って、東方の異国コルキスに逃亡した。この物語は、アルゴブネの冒険の前日端となっている。後にアタマスとイノはディオーニュソスをかくまったために、ヘラメガミの怒りを買い、 狂気して我が子を殺してしまった。アタマスの後に王となったエテオクレスはユービの3、女神カリスの祭祀をギリシアで最初に創始した。その後はプレギュアスとミニュアスの2代にわたってハルモスの家系から王が出た。プレギュアスはギリシア中から優れた戦士を集めて、高戦的な国家を作ったが、デルポイを略奪しようとしたために、神の怒りに触れ、激しい落雷と地震。 薬病に襲われて多くの者が滅んだ。しかし続くミニュアス王の下でオルコメノスは最大の繁栄を遂げた。ミニュアスは莫大な財をなし富を治めるための宝物庫をギリシアで初めて建造した。この神話的な三代の王は陰王五族に特徴的な三機能イデオロギーを象徴しているとされる。オルコメノスの人々はミニュアスにちなんで ミニュアス人と呼ばれた。またアルゴナウタイもミニュアイと呼ばれた。それはアルゴナウタイがミニュアスの血を引いているからとも、イアソンの母がミニュアスの孫だからとも言われる。エテオクレス、プレニュアス、ミニュアスの三代を経て、王位はアタマスの直径のクリメノスに巡ってきた。クリメノスはコルキスに亡命したプリクソスの孫で、父プレスボンの代にオルコメノスに帰国していた。 クリュメノスがテーバイ人に殺された時、その息子エルギノスはテーバイと戦争を起こして勝利し、大殺害の賠償として莫大な剣能をテーバイに要求した。しかし後にテーバイで成長した若き英雄ヘラクレスはオルコメノスとの戦争に勝利してテーバイを解放した。オルコメノスはホメロスのジョジシ、イリアスの軍船票で、 トロイア戦争で戦うために派兵しているアカイア人の都市の間で言及されている。クルメノスの子孫にあたるイアルメノスとアスカラポスは、オルコメノス人とアスプレドン人の軍船30隻を率いて参加し、戦争に貢献した。またオルコメノス人は、コドロスと共にイオニア地方に入植した。オルコメノスの創建神話によると、その王朝は、 テッサリア地方の沿岸から定住した指導者ミニアスによって確立された。青銅器時代、紀元前14世紀から13世紀にかけて、オルコメノスはミケーネ文明の豊かで重要な文化の中心地となり、定売のライバルとなった。フレスコ画のある王宮と巨大な放火状墳墓はミケーネ時代のオルコメノスの強大な力を示している。 彼らは大規模な干拓事業により、コパイスコの沼地を豊かな農業地帯に変えた。しかし、エーゲ海周辺の多くの遺跡と同様に、紀元前1200年に起きた青銅器時代の崩壊で、オルコメノスは焼かれ、王宮は破壊された。オルコメノスは、前7世紀に、カラウレイア同盟に加わった都市国家の一つであったらしい。オルコメノスは、前6世紀半ばから、 独自の貨幣を発行した。ライバルの定売はその世紀が終わる頃までに優位性を格好たるものとしており、オルコメノスは全6 0 0年頃に定売主導のボイオティア同盟に参加した。小麦の粒をかたどったオルコメノスのオボルス銀貨パウサニアスによると古典期のオルコメノスは最も古いカリス女神の聖域で知られていた。この聖域は未だ発見されておらず。 おそらく9世紀に建設されたビサンティウムのパナギアスクリップ修道院教会のもとに眠っていると考えられている。1972年に発見された劇場では音楽都市の競技祭典であるカリテシア祭りが女神たちに敬意を表して開催された。ディオーニュソス人の祭典であるアグリオニア祭りはディオーニュソスを象徴する男に従う。 女たちの儀式的な追跡を伴った。全480年から479年、オルコメノス人はペルシア戦争でクセルクセスの侵略軍を追い返すためにライバルの定売と手を結んだ。世紀半ばにオルコメノスはボイオテア地方をアテナイの支配から解放した加藤勢の亡命者を保護した。コリントス戦争が始まった。 紀元前395年と394年、オルコメノスは、テ売バイとの伝統的な対立により、テ売バイに逆らって、アゲシラオス二世とスパルタに味方した。デウクトラの戦いで、スパルタを破った後のテ売バイ人の報復は、エパメーノンダスの寛容な政策により遅れた。紀元前364年、ボイオティア連盟は、オルコメノスを略奪した。ポキス人は、 第三次神聖戦争中の紀元前355年に都市を再建したが、定賠人は349年に再び破壊した。オルコメノスとカイロネイア間の広い平野は古典古代において非常に重要な二つの戦いの舞台となった。前338年、マケドニア王フィリッポス二世は旋風のように南に向かってギリシャ中部に進軍した後、 最初のカイロネイヤの戦いで、定売とアテナイを破り、都市国家に対するマケドニアの優位性を確立し、王の赤い息子アレクサンドロス大王もまたその武勇を示した。前335年のアレクサンドロス大王の定売に対する作戦行動中に、オルコメノスはマケドニア人の味方をした。アレクサンドロス大王は、報酬としてオルコメノスを再建し、 この時に今日まで残っている劇場と城塞の壁が建設された。第二のカイロネイヤの戦いは第一次ミトリダテス戦争中に起こった。紀元前86年に独裁者スッラの共和制ローマ軍はカイロネイヤ近くでポントゥスのミトリダテス6世の部隊を率いたアルケラオスと戦いこれを破った。この戦いの翌年にオルコメノスの戦いが行われ、アルケラオスの部隊は 完全に破れ去った。その後、オルコメノスに、かつての勢力が戻ることはなかった。オルコメノスは、劇場が、まだ使用されていた後期ローマ時代まで、そしてその後も小さな町であった。ミヌアスの方向の巨大なリンテル、オルコメノスのアクロポリス。ほとんどの発掘は、下町の初期及び、未経年時代の遺跡に集中しており、 アクロポリスの後期ヘレニズム時代の都市の大部分は未開拓のままとなっている。1880年から1886年、ハインリッヒシュリーマンの発掘は未経年のアドレウスの宝庫に匹敵する未経年文明の記念建造物であるミニュアスの宝庫と呼ばれる放火城墳墓を明らかにした。1893年、リンデルは アスクレピオスの神殿とローマ時代のネクロポリスのいくつかの墓を発掘した。1903年から5年にかけて、ハインリッヒビュルとアドルフ・フルト・ベングラーのバイエルンの考古学ミッションは遺跡での発掘を成功させた。1970年から73年にかけて、テオドール・スピロプーロスの下で、ギリシャ考古学機関が研究を続け、ミケーネ時代の王宮、戦士墓地、 劇場、その他の建造物を発見した。ミニュアスの宝庫は、ミケーネ時代の最大の埋葬モニュメントの一つである。この墓はおそらく紀元前1250年頃に、オルコメノスの王族のために建造され、古代に略奪された。ミニュアスの宝庫は、墓としての役割を終えた後も何世紀にもわたってみることができ、ヘレニズム時代には崇拝の場所にさえなった。 少なくともパウサニアスがオルコメノスを訪れて、墳墓の様子を詳細に説明した2世紀までは、おそらく有名なランドマークであった。長さ30メートルのドロモスがあり、入り口はアンハイロのレバデーや三大理石で作られ、木製のドアがあった。リンテルは現在も設置されており、長さは6メートル、重さは数トンある。入り口と部屋は、 壁の取り付け穴に示されているように聖堂のロゼットで飾られていた。側面の部屋の天井には螺旋と花のモチーフが浮き彫りされている。トロスの中心にある長方形の埋葬記念碑はヘレニズム時代のものである。建築家、考古学者オーランドによって部分的に修復された。1994年、ギリシャ文化省は主に排水と側室の壁の強化から、 なる修復作業に着手した。オルコメノスで発見された新石器時代の遺物は最初はその遺跡のものと考えられていたが、後に、それらは平坦な堆積物の重点で構成されたように思われた。従って、関連する円形の家は、実際には、青銅器時代初期のものである。トロス墓の東に位置し、教会の一部と重なっている未経年時代の王宮は、 部分的にのみ発掘されており、三棟の翼で構成され、そのいくつかはフレスコ画で装飾されていた。オルコメノスの城塞兵器はマケドニア人のもとで紀元前4世紀後半に建設され、アコンションさんの登端を冠している。劇場は紀元前4世紀末に建設された。半円形の観客席とオルケストラ、スケーネの一部を含むカウェアは全て保存されており、 ローマ時代後期まで使用されていた。劇場の向かいには、ビサンティン時代のパナギアスクリップ修道院協会がある。よく保存された碑文は、教会の年代を、西暦874年と確定しており、講演者を東ローマ帝国のマケドニア王朝の初代皇帝、バシレオス一世に仕えた交換で、バシレオス一世の息子、 コンスタンティノスとレオン六世の共同統治期間中に主席体験護衛官を務めたレオンであると明示している。北礼拝堂と南礼拝堂はシトペテロとパウロに捧げられている。パナゲアスクリップ修道院教会。オルコメノスはその名前を紀元前590年から570年頃のオルコメノステラグループというアルカイック期のクーロス彫刻に与えている。 アッティカではこの期間は、昇降状態を示し、活動は、ボイオテア地方、特にプト43ンンのアポロンの聖域とオルコメノスの、両方で活発だった。オルコメノステラグループの様式の特徴は次の通り。耳は、まだ一つの平面に刻まれているが、様式化されていない。目は以前ほど、大きくなく、より丸くなっている。口は水平ではあるが、常に一つの平面にあるとは限らない。 肩甲骨は個別の隆起面になった。脊柱起立は時々隆起した平面として示されることがある。通常、腕は体に結合されている。大天使を覆うくぼみは一般に省略され、向こうずねは時々内側に曲がっている。左脇腹は時折わずかに前方に配置されることがある。ミニュアスドキは中期ヘラディック文明のギリシアで生産された。 特定の種類のろくろ製陶器を指す用語である。未内地用に灰色をしており、オルコメノスで発見され、シュリーマンによって名付けられた後定着した。現在のオルコメノス市、統合前の旧オルコメノス市。現在のオルコメノス市は1960年代に2つの小さな近隣の村落、ペトロマグラとスクリプー及び合併した後、 2011年の地方自治体の統廃合で隣接するアクレフニア市と合併して生まれた。旧自治体は新自治体を構成する行政区となった。カリクラティス改革以前の旧オルコメノス市にあたるオルコメノス地区は以下の木の手田から構成される。ありがとうございます。